どうもマックス杉でございます。私は本日、東京都ですね、大塚に来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんがこちら、大塚屋さん。はい、こちらでなんとですね、挑戦状というのがありましてですね、まあ、激辛のチャレンジメニューなんですけども、制限時間30分で、激辛のマーラー油っていうものかなを完食したら、1万円の賞金があると。失敗の場合ですと3000円料金かかるんですけれども、なんとですねこちらこういう感じなんですが、水が禁止と。はい、一切の水が禁止ということで、果たしてどんなチャレンジになるのか分かりませんが、精一杯頑張っていきたいと思います。それでは本日は大塚屋さんよりマックス TV スタートです。今やる前にコンビニ行ってヨーグルト買ってきていいですかって聞いたら、どうぞって言ってくれたんで、これ買ってきました。これ飲んどきます、危ないんで。はい、なんか具材がめっちゃある、そしてちょっとデカ盛りだっていう。水禁止30分。さあ行ってみよう。匂いはもう行っちゃってます。はい、それでは諸々の準備が整ったので始めていきたいと思います。やばいっす、30分。すいません、あのいつでもいいんでスタートの合図お願いします。スタート、 OK です。ありがとうございます。水禁止だよ、本当に。いただきます。あ、これ多分ですけど、熱い、あの熱で辛みって増すと思うんで、うわもうやだ、ちょっと映そうと思うんですけど、あ、麺があのなんかこんにゃくみたいな、こんにゃくじゃねえ、あの春雨、これ春雨なんですね。でもちょっと具材込みでいってみましょうか。やっぱりあのあれですね、ギリ苦い、やばい、あのマーラーっすね、ほんと辛さとしびれっすね。あ、これでも絶対水飲まない方がいいっすよね、飲むとね。うわ、これ具材によってね、食べやすい食べにくいあるわ。あのポーク入ってるんですよ、あのランチョンミートみたいなの、これはね楽。これやばいわ、これ多分シンプルに根性っすね。これ相当やばいですね。これやばい。
顔がしびれてきた。顔面がしびれてきました。やべえ、マジで締めてきた。顔がビリビリしびれてます、マジで。低周波治療って顔にかけてるみたい。とかのそういう世界じゃないっすね。笑えてくるわ、マジで。これThank you.
なんか赤いの出てきた。なんかめっちゃ赤いの出てきた。じゃピント合わせますね。赤黒い。涙が止まらない赤黒い。冷めたであろう具材に行ってみましょう。あ、カレって聞いてみてください。これ食べれますちなみにって、この赤いのですよね。何言ってか分かんないし。さっきまで友達だと思ってたこのポークでさえ敵に見えてきた。赤顔がしびれてきた。ああ、相変わらず顔面はしびれてます。ビーッつって。ベルとベロをね中につけるでしょ、顎とかに。それでも辛いんですよ。だからベロをどこにもつけたくないんですよ。頭痛い。ほぼ食ってね。
上澄みはこの赤で、そこの方はあの違うくすんだ赤なんですけど、これ下の方からあの唐辛子のあれが出てきます、粉が。すいません、本当もうこれ完全に無理です。すいません、ギブアップ、すいません、ギブアップ、本当ごめんなさい、本当ごめんなさい、これはね無理です、ホットギブアップ。無料のドリンク、はい、なんかあの甘いジュース、甘いジュース、あ 甘めのジュースあったら、なんかオレンジジュースとかでもいいんですけど。オレンジジュースかない、レモンティー、あとココナッツのジュース、じゃあレモンティーを、レモンティーで、はい、お願いします。これ飛びます、ほんまにごめんなさい、もう、あ、すいません、顔面ビクビクしてるし、なんかまぶたブーってなってます。なんかジュース1本無料サービスらしいです。お、甘い、これ完全に無理っすわ、これ、はい、もう辛いのを超えて、もうなんか苦いっていうか、で口だけじゃなくて体が、顔がビリビリするんですよ、で手もビリビリして、最終的にここがビリビリしてきて、こんなだって、ごめんなさい、ほんと残しちゃって、せっかく作ってもらったのですいません、ほぼ食べきれなかった。いや本当に、あ、3000円、あ、いやこれはね無理でした本当に。でもこれ3000円で成功したら無料プラス1万円だったら、これ全然優しいっすよ。すいません、失敗で、すいませんでした、これあの失敗料金の3000円、はい、すいません。はい、ということで頑張ったらいけるかもと思って、途中なんとか行ったんですけど、やっぱ無理で、冷ませるものだけ冷まそうと思って、で中この春雨あるじゃないですか、でこれをちょっとすすったんですよ、具より若干いける気がしたんですよ。なんで冷ましながらベロに乗っけない作戦食べたんですよ、春雨を。なんですけどそれもね、そんな無理効かなかったです。だしこれ挑戦される方は激辛得意とかじゃ多分無理だと思います。これ多分ねペヤングとかの比じゃないです、ペヤングの極激辛から軽く超えてますね、これ僕の中では。あれ食べれたんで、これはあかん、手がしびれる、顔しびれる、まぶたしびれるっていう感じです。体が無理やって言ってました、ね、もう唯一の救いはもうヨーグルト飲んでたことですね、これ絶対飲んでた方がいいです。っていう本日は大惨敗に終わったこちら大塚にある大塚屋さんより、私マックスギアをお送りさせていただきました。本当にお残ししてしまって申し訳ございませんでした。マックス鈴木 TV 始まってしようですね、ほぼ食べてないです、食べれてないです、ごめんなさい、すいませんでした。いやこれは無理だ、すいません、お姉さんの話だと他のチャレンジャーの方は もっと食べてるとおっしゃってました、すいませんでした。